はい、皆さんこんにちは。宅建工学パートナーレトスのものです。本日は効率的な勉強の仕方についてお話しさせていただきます。効率的な勉強を皆さんしたいと思ってるんですけども、具体的にどうやってやったらいいのかわからないという方がおそらく多いと思います。まあ調べたとしてもそれほどやっぱ詳しい内容ってやっぱ載ってないと思うんですね。なんでこの場で具体的にじゃあどうやってやっていくのかっていうものを具体的な事例を出しながらご説明させていただきます。まずなんですけども、 A さんと B さんがいました。A さんと B さんに10分間テストをさしました。 A さんは30点です。 B さんは90点です。同じ時間勉強したにもかかわらず B さんは A さんの3倍の点数を取っているわけですね。つまり B さんの方が効率的な勉強ができているっていうふうに言えます。で、ここで具体的な内容に入っていくんですけども、過去問やってて、連帯保証人は分別の利益がない、こういった解説が出ていたとします。で、多くの方がやりがちなんですけども、過去問解きながら一つ一つの問題を一つ一つ覚えていくんですね。一つ一つの問題を一つ一つ単品で覚えていく、非常に非効率です。そのような覚え方をしていると A さんのような結果になってしまいます。今までこの保証に関する勉強をした方はこの分別の利益というものがどういったものかをおそらく一度は目にしていると思います。分別の利益ってどんなものか今ちょっとご説明できますか？自分の中でもしできないのであれば A さんみたいな感じですね。連帯保証には分別の利益がない、今回なんですけども、ちょっと分別の利益というものが話のちょっと前提条件になってくるので、これについて今ご説明させていただきます。わからない方はもうこの場で覚えちゃってください。それほど難しくないので、 A さんが B さんに対して1000万貸しましたと、C さんが普通保証人になりました。ちなみに保証人は普通保証人と連帯保証人2種類あります。今回は C さん普通保証人になりました。D さんも普通保証人になりました。分別の利益があるっていうのは C さんは500万、 D さん500万円だけ、負担をすればいい、これが分別の利益です。どういうことかっていうと、 B さんがこれ主たる債務者ですね、これが本当債務者です、お金を借りた人で、保証人が C と D、 この数が多ければ多いほどこの1000万円を普通保証人で分けることができるんです。負担部分を今2人なんで500万円で分けることができました。もし CDABCCDEF ってこういたとすれば、全員が250万円だけ負担をすればいいわけです。頭数が多くなれば多くなるほど一人一人の利益があるわけですね。負担が減るってことは利益があるってことです。これが分別の利益です。で、話戻しまして、連帯保証人は分別の利益がないと、こういった問題が出てきて、こういった解説があったと。これが普通保証人ではなくて連帯保証人だった場合、分別の利益がないっていうのは1000万円丸々追わないといけないですね。もし D さんも連帯保証人であれば1000万円丸々追わないといけないです。
で今回初めに、まあ、勉強していった中で連帯保証人は分別がないっていう問題が出てきて、まあ、そういった解説が書いてあった、これ勉強した、よし覚えた、次の問題って単品で覚えていくと A さんですよって。 B さんはどういったやり方をするかというと、分別の利益って何なんだろう、調べるわけです。あ、なるほど、分別の利益ってこういうことなんだと。そうと、この勉強をしているにもかかわらず B さんはこの分別の利益の勉強までしたわけですね。これを勉強した、今1回勉強します、1回勉強してるんですけども、分別の利益も一緒に勉強します。さらに、あ、なるほど、普通保証人だったら分別の利益があるという一つのポイント、これも押さえちゃいます。これについてもまた一回勉強しちゃいます。この問題をしているにもかかわらず分別の利益とは何ぞやっていうことも勉強し、さらに分別、普通保証人は分別の利益がある、これも勉強しちゃうわけですね。これ B さんなんです。次勉強していきます。分別の利益はこうこうこういうもんなんだよって解説があったと。 A さんは、あ、なるほど、分別の利益はこういうもんなんだ、終わり。 A さんは連帯保証、A さんは連帯保証人が分別の利益がないっていうのを勉強したときに、あ、なるほど、それで終わりで次進んでいきました。この時1回しか勉強していません。で勉強していたのに、あ、分別の利益があった、分別の利益はこういったもんなんだよ、出てきた時にこれだけ覚えます。この時1回覚えるだけ。一方 B さんはこれが出てきた時に、あ、分別の利益はこうこうこうだったって勉強しますよね。それと同時に、あ、連帯保証人は分別の利益ないよ、なかったな、普通保証人は分別の利益あったな、さらにこれを勉強したときにこれとこれもさらに一緒に覚えちゃいます。もう一度再復習するわけですね。この時点で A さんは2回しか勉強してないんです、2つ分しか。 B さんはもうこの時点で6個も勉強してるんですね。2つの問題しか解いてないですよ、2人とも今のところ。にもかかわらずもうこれで差が出てきてるわけです。さらに普通保証人は分別があるっていうまた問題が出てきた。その時 A さんはまた単品で覚えるわけですよ。はい、単品、これ勉強してないです。普通保証人は分別の利益あるんだ、うん、なるほどなるほど、でまた次いっちゃうと。一方 B さん、普通保証人は分別の利益があった、ある、なるほど、あ、分別の利益って何だったっけ、再復習、これを勉強したときに、これ再復習。それと同時に、あ、な、そういや、連帯保証人はなんか分別の利益がどうこう、なんか違ったんじゃなかったかな、もう一度復習する。また復習する。すると、この3つの勉強をするだけで、A さんは3回分しか勉強してない。一方、B さんは3+3+3、9個勉強している。この結果が、この違いなんですね。わかりますか。一つのことから複数のことを頭の中で連想していくと、そうすることによってより多くのことが覚えられるわけなんです。頭の中で復習を繰り返すわけなんで、これをぜひ、過去問独学でやってる方はこれをぜひやっていってもらいたいわけです。逆にやれれば合格は相当、角度は高くなります。もし自分一人ではできないっていうのであれば、宅建合格パターンレトスの通信講座合格プログラムをぜひご利用してください。テキスト問題集一緒になったものがあるんですけども、一つの問題から複数のものが勉強できるようになってます。さらに総合テストも同じように、さらにですね、一つの問題から多くのことが勉強できるようになってます。でよくまあ、ちょこちょこお客さんがメールでこのような質問、こういう問題どうやって解いたらいいんですかって質問があるんですけども、それに対する回答も
それだけの回答ではなくて、それと合わせて重要なポイントを一緒に覚えてもらいます。でそうすることによっていわゆるこの B さんのような勉強ができるわけですね。これを弊社は通信講座を通じて行っていますので、もし自分では、まあ、これでおそらく分かったと思います。一つの流れというものが分かるけれどもできない、そういった方がいるのであれば、ぜひ合格プログラムの方にご参加していただければと思います。で本日はこれで終わります。ありがとうございます。